なお先生、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、本当に。お、すげえ。かわいい。作ってるやん、何か。すごい。おー、すげえ。今消そうと思ったのね。3歳ね。3歳ね。3歳の誕生日ね。おー、フル3。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。いくつになったんですか。いくつなんた。一応。ロウソク3本やから。45。45になりました。はい、もういい年になりましたね。ね。まあみんなに祝ってもらって。ね。ね、朝日なんかこれのためだけ来てくれたもんな。そうです。来ました。そうですね。ありがとうございます。で、このケーキは木村くんが作ってくれました。頑張りました。素晴らしい。まにいいね。ゆらこありがとうね。ありがとう。すみません。これ何ケーキこれは？チーズケーキ。レアチーズケーキですね。だね。え、これ全部、これ全部俺食べていいのこれ？なんでやねんな。みんなおるやんか。みんな食べようや。分けてくれる？いいですか、なお先生？はい。うん、分けます分けます。ほんならみんな食べよう。嬉しい。全然これワンカットこれ商品なんだよな。うんうんうん。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。さすが。なんかトミー、立たない。緊張してます。なんで、何を緊張すんの。別にだけ食べようって言ってだけやねんからさ。楽しみ。美味しそう。みんなでカロリー摂取しようぜ。イエーイ、カロリー。すぐ太らそうとする。なお先生、どれ食べんの。社員やんで、社員欲しい。いや、社員は俺はそれもう分かってるって。社員言っとくじゃない。社員欲しい。社員がいいんやろ。社員がいいです。もう社員は人気よね。社員は人気やね。一軸だけじゃない。サンドイッチもね。サンドさん、食べていい。どうぞどうぞ。マジよ、みんなで食べようよ。ねえ、ね、主役食べてもらっていいですよ。お腹空いてる。今日は初登場が2人もおんねんからね。初登場。はい。めちゃめちゃ普通でいいの。ちょっと緊張してる。なぜ、なんか抱負あるんですか。45歳。45歳抱負、うん、そやね。仕事は講習会も始まるやんか、うん、でコロナでが始まってできなくなったことがようやくこうでき始めてるから、うん、ちょっとこうさらに前よりもパワーアップさせていきたいなっていうところ、ね。うん、42歳の頃よりもパワーアップした45歳でいきます。仕事以外は。仕事以外、仕事以外はね、特にないかな。あ、さみ面白くなかったわ、なお先生。全然面白くなかった。なんか趣味とかなあ。あ、じゃあ今年痩せる。いや、また言うてるで。いいの、みんな新人の、みんないいの。今年は死んでよ。今年痩せる。今年は死んでよ。結構今年うちのスタッフみんな痩せてんのよ。いやみんなと直先生は関係ないでしょ。だから俺も痩せる。両サイド痩せる。目立つやね。え、それあれですか、あの今何キロで宣言して何キロっていうのはちゃんと言ってくれるんですか。残念ながら今何キロか知らん。そうなのと分かれへんのか。持ってこなかった体重計。まあね、大体ね、こういう仕事してたらね、やっぱ若干痩せにくいのはね、仕方がないんですよね、うん、食べるからね、そうですよ。だって、明日なんて、僕、ソフトクリームめちゃめちゃ食うっていう仕事やからね。いいな、こういうお仕事。ほんまに。試食会です。商品開発に。ひたすらソフトクリームを食べるっていう、そんなんもう、最高。仕事やからね、みんな。あ、来ました、イチジク。イエーイ、なお先生のイチジク。あ、ちゃんとプレートも、サープレートついてるよ。はい。家がウキウキ。あ、かわいい。久しぶりやわ。かわいすぎる。かわいい。なあ。激かわいい。ほんまに。え、おね、みんな何食べんの。誰が何。じゃんけん。あ、じゃんけんですね。じゃんけん。あ、そうだ、めっちゃうまそうやん。じゃんけんする。キウイ。私、キウイアレルギーやから食べられへん。はい。争奪戦じゃんけん。ベビーもいいな。ソーリーは勝つしかないや。
みんな何狙いですか？え、シャインマスカット狙いですか？誰かシャインマスカット争奪戦でじゃんけんしたら？じゃんけんで奪い取れ。食べられへんのは何？キウイ。キウイだけ。他はみんな大丈夫？はい。はい、でももうこんな遠慮したらあれやで、もう言うたもん勝ちやで、そんな。はい、シャインがいいです。どうぞ。いいんですか？いいんですか？皆さんいいんですか？はい。いいですか？いきますよ。いただきます。よかったね。これが、あ、これ牡蠣やん。牡蠣ですよ。牡蠣、あ、二人とも牡蠣好きやねんな。あ、ぶどうもあるやん、ぶどう。ぶどうも来た、ぶどう。これは、これ絶対うまい。美味しそう。これ何これ、ベリエース。長パ。長パ。おー、長パやって、すごい。食べたい。で、グレープフルーツ。柑橘ですね。あー、グレープフルーツも美味しい。絶対美味しい。これ絶対。それ絶対美味しい。チーズケーキと合う、うん、はい、みんな食べてください。どうぞ。いただきます。いただきます。どうぞ。いちいちこれ、うん、うまいよ、めっちゃうまいよこれ、うん、めっちゃチーズだよ。おいしい、おいしい、めっちゃ濃厚、おいしい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 、うん、うん、長野パープルとシャインマスカットね。美味しい。めっちゃ濃いですね。これクリームチーズの使用量すごくないこれ。うんうん、ほぼチーズ。チーズじゃんね。そうなんや。すごい。味濃いね。濃いね。うん、クリームチーズこんだけ濃厚やったら、ね、うん、多少味が濃くても語れへんか、うん。みずみずしさがある方が特徴ですね。うん、確かに。うん、じゃあいちごいただこうかな。誕生日感だよね。ちょっと待ってな、ダイエットする言うとつダイエットする言うても煮込み行こうって。明日から、明日からですね。ダイエットは明日から。じゃあ食べたらあかん。いや、どうぞ。いただきます。お誕生日、お誕生日、うん、そんな待ってて、まだ1年頑張ってくださいね。がむしゃらに頑張って。いや、ほんまもう僕らの年になると体調を気にしだす年なんで、ほんま倒れたら治せず倒れたら終わりやからね。みんなうんうんうん言ってるけど、まあ俺もぐもぐ食べてるけど。いや、ほんまにやばいよ。だからそこだけは気をつけてもらわないといけないんで。健康で、健康で来てくださいね。あ、ココちゃんからもらったプレゼントは。あ、そう、俺プレゼントそうもらったんや。え、何もらったんですか。いや、今回はね、ちょっとあれなんですけど、なんと、うん、カメラ違う、あ、僕ね、え、何これ、うん、ナオ先生 DIY が好きやからさ、これもらいました。うん、何やと思った。家庭用レーザー彫刻。彫刻、うん、で、やばっ、え、すごい、作りました。これ、これ彫刻です。なんかレーザーで焼けんのな、やばっ、ピーってこれで、めっちゃ結構時間はかかるんやけども、焼き印をレーザーで焼いてくれる機械。だからなんかリアガンの時にオリジナルの店のコースターとかできるかな。良さそう。え、なんてなんて。店のコースターとか。ああ、まあまあ確かに、例えばね。そう、なんかちょっと、ちょっといろいろちょっとこれ遊んでみたいなと思いますんで。店長の顔の焼き印とか。なんかマリアと一回試してどんな感じなのか見てみたいよね。そうやね。うん。うん、まあいろいろ。せっかくいただいたんでちょっといろいろ遊んでみたいと思います。今も国立大学の。ね、会場いっぱい DIY で作ってるから、まあ、こんなんがいいかなと思って。そう、はい、なところで、はい、ナオ先生1年頑張ってくださいね。もちろんです、はい、これからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。